さて、それでは、本と雑談ラジオ第2回ですね。はい、どうも、松野浩一です。松野浩一さんと漫画家の小泉智弘です。はい、よろしくお願いします。最近松野さんは何か最近あったことは、折りたたみ自転車を中古で買いました。ここにあるやつですね。はいはい、見事に畳まれてますね。はい、これ畳みやすいのがいいなと思ってるんですけど、まあ、とにかく僕自転車盗まれたんですよ。前の自転車も中古だったんですけど、盗まれた時にまた相方がいたずらしたんだと思ったんですよ。当時芸人活動してて本田正幸くん、彼もいたずらばっかりする人だから、もう自転車を取ったりすることぐらいするだろうと。で、本人に聞いたらニヤニヤして返事しないんですよ。だからてっきりそうだと思うじゃないですか。はい、ところが単に盗まれただけだったんですよ。本当に。でもね、普通だったらそこで濡れ衣を着せられたって怒ってもおかしくない話。ニヤニヤしたんですよ。だから信じちゃって、それで警察にね、だから届けるのが遅れたんですよ。そしたら、あの後にね、防犯登録してたから、はい、あなたの自転車が、あのこう回収されましたってのが来て、取り戻したかったら金を起こせってきたんですよ。単に放置自転車として扱われたわけですね。それで警察に届けてあるって言ったら、なんか届けた日が遅いからダメだっていうの。なんかね、一両日中かなんかに届けてればたら、盗難車として盗難車になるんだって。でもそんだったらさ、回収されてさ、放置してた人がね、はい、すぐ嘘ついて盗まれたって言ったらさ、回収代払わなくて済むことになるじゃないですか。そうですね、っていうふうに怒ったんですけど、一切受け止めてくれなくて、怒ってそのままその自転車を回収せずに来ちゃったんですね。じゃあ結構だと。もういいですと。もともと5000円で買った中古だったし、5000円ぐらい払うんですよね。なんかそう、今当時は3000円だったんですけど、でもなんか遠かったんですよ。すごい遠くまで行って電車賃もかかるし、考えたら5000円で買った自転車だし愛着があったけど、もういいですって言ってそのままにしちゃって、赤い自転車ですか。そう、見かけたことあります。でそういうことを言ってたら、芸人の時のお客さんがね、はい、かっこいい自転車をくれますって言ってたの。なんかかっこいいんだけども私乗んないからって言って、すごいかっこいい自転車だったの。だけど浅草でしか受け渡しできないって言われて、浅草かで何度か受け渡ししようとしたんだけど、はい、浅草からここ阿佐ヶ谷までね、自転車を運ばなきゃなんないじゃないですか。で電車だと運べないし、自転車乗っちゃえばいいんだけど、はい、腰痛がひどくて、浅草から阿佐ヶ谷まで乗る自信がなかったんですよ。そうこうしてるうちにもう1年ぐらいちゃっちゃって、あのついにこれがなんか中古であげます的な、売ります的なコーナーでね、ウェブで書いてあったから、あの連絡取ってみて8000円で買いました。でそのくれるって言ってた人にはお詫びして、はい、ごめんなさい、ちょっと腰痛もひどくて遠くまで行けないので、買っちゃいますけど、お気持ちだけありがとうっていうふうにして、今来たのがこのオレンジの自転車でございます。でもなんかもう僕かっこいいロードバイクとか乗ってるような感じじゃなくて、もう近所を乗りただけなので、はい、あのこれからは自転車ライフを、やっと相方のせいで流れてしまった自転車が取り戻った気持ちでいます。なるほど、伝わったでしょうか、このめんどくさい話。あのすごく伝わりましたよ。小泉さんは最近どうだったんですか。僕はですね、あの漫画教室が去年の10月から6ヶ月間4月までの3月末までのが、あの生徒が集まらなくてお休みだったんですよ。はい、それで、まあ、3ヶ月休んで1月からなんとか、まあ、3ヶ月短期でやりましょうっつって、前期後期で、後期だけなんですけど、でやったら無事6人集まって、よかったですね。まあ、開催にこぎつけることができたんですけど、ただもう本当初心者教室で人集めが来てくれるのがとても困難になっていて、はい、もうこのままじゃ毎回こんな苦労してたら、あの開催があるかないかわからないっていう不安もありますし、困ったなって思ってて、だから次もうちょっとガラッと模様替えして、内容、あのこの前深谷さんがやってる漫画空間っていう漫画の書く人のための漫画喫茶が高円寺の、ま、駅の真ん前にあるんですけど、はい、なんて名前でしたっけ。漫画空間です。漫画空間、
そう、そこで実験的にやらせてもらった、はい、ね、本当にプロを目指す人に投稿用の最低でも奨励賞を佳作が取ったり担当がつくぐらいのレベルのネームを作りましょうっていう講座をやらせてもらったら、はい、あの定員5人でやって、あの最後ね、風邪ひいたとか、まあ、本当か嘘かわからないんですけど、3人になっちゃったんですけどでもね、すごい手応えを感じたんですよ。やりがいがあったんですね。やりがいがあってね、でもね、それやっぱ店員はそれほど増やすことができないですし、場所的にあの綿密に一人一人ディスカッション長々と回すので、はい、多くて6人かなぐらいで、で、あと5時間ぐらいやりたいんですよね、実技も込みでやるので、なのでそういうコミュニティカレッジみたいな教室でやることが果たしていいのかなって思って、結構ね、会場広いですから。なるほど、ね、教室借りちゃうの、なんならその辺のテーブルだけ借りてやってもいい。それだったら別にコミュニティカレッジじゃなくてもいいんじゃないかみたいな感じもしますし。そうか、まあ、その書店狭いけど使うなら使ってください、ね、ありがとうございます。あの一応付け5つはありますよ。それかね、あ、まあ、それはでも、まあ、深谷さんのところでやらせてもらえればいいかなとか思ってたんですけど、したらなんか漫画空間が閉店らしいみたいな話を昨日聞いて、そうなんですか、聞いて。深谷さんどうなっちゃうんですか。ちなみに深谷さんってフルネーム何でしたっけ。深谷明さんです。あのお姉さんも漫画家 で、 そうです。深谷薫さんですよね。そうです、そうです。確かね。そう、でも深谷さんはそこ辞めても別に普通に漫画家に、まあ、漫画だからねあのすっごく絵の上手いけど、そう、むちゃくちゃ上手い。あの美術大学出て出身ですからね、そういう漫画家さんなんですよね、こう漫画以外のこともしているという。あ、ちなみにこのビスケットはですね、はい、こちらアミコで出てきたビスケットだと思うんですけど、あのアミコがチョコだけ食べて、多分そうだと思いません、これ。なんとかくんがクッキーだと思って食べてた、多分そのアミコのモデルになったビスケットだと思いますよ。トルテビスケット、チョコがついてるクッキ ー、 うーん、おいしいですね。そう思ってちょっと用意してみました。まあ、それとあともう一つは、はい、まあすごいニッチなんですけど、はい、お母さんのための子育てエッセイ漫画教室っていうのをそれいいじゃないですか。育児エッセイの教室、まあでもそう思ったんですけど、やっぱ育児だと限定しすぎだから、エッセイ漫画教室で、今までネームだけだったんですけど、それは作画までちゃんと見ますよっつってやったらどうかな。それね、重要だと思いますよ。あ、本当に。最近読んだね、将棋の、あの将棋をやってる人の奥さんの書いた本があるんですけど、うん、ちょっと待って、あげちゃったかな、誰かに、すいませんね、うん、あの将棋のね、有名な将棋のプロの人の奥様が書いた本なんですよ、はい、それは、ええ、でその本は初めて書いたエッセイ漫画らしくて、もともと似顔絵とか書いてたら、エッセイ漫画書きませんか、うん、旦那さんのことをって言われて書いたみたいなの。すごい面白いんですよ、それ。タイトル今ね、お忘れしちゃったんですけど、なんか将棋のこと詳しくなさすぎてすいませんね。いえいえ、なんか、まあ、僕ね、長年漫画教室をもう5年目なんですけど、はい、やってるうちに僕エッセイ漫画ほとんど書いたことなかったんですけど、その苦手な書いたことない僕が、あの楽々書けるっていう方式を、はい、あの開発したんですよ。なんかあれですね、ウェブで。そうです、電子書籍で Kindle で販売してま す、 そ、 うですよ、ね、それ結構売れてるんですね。あの2日に1冊ぐらいずつ途切れずずっと売れてたんですけど、今年に入ってから毎日売れるようになって、何があったのかよくわからないんですけど。そうですね、まあ、そんなにね、莫大な富をもたらしてくれるわけじゃないんですけど、毎月何千円かになってるんですよ。そうですね、あの分かりました。将棋の渡辺君っていう本で、稲めぐみさんっていう奥様が書いてる本なんですけど、はい、なんか本当に僕全然知らないけど、すごく有名な渡辺さんっていう棋士のことを書いてるんですよね、うん、だからそういうふうにこうエッセイ漫画で多分普通の漫画のテクニックと違うんでしょうね、書き方のね。あ、そうですね、まあ、僕が開発したのは文章と絵を全く切り分けて考えましょうっていうやり方なんですよ、だってそれでデビューしたプロがね。あ、そうですね、あの何でしたっけ、宮川聡君のお母さんの、母が死んだ時僕は遺骨を食べたいと思ったって、評判になりましたよね。すごい評判で舞台にもなりましたよ。彼はそれの後売れっ子漫画家の道をなんかね、はい、突き進んでますよね。そうです、今情熱大陸に
出たいっていうエッセイ漫画を書いてやってますね。あとほらもう一人いるじゃないですか、小泉さんのデッサンで村田くんですか、村田浩二さん、はいはい、そんなに2人もプロが出てて、もっと他にも賞取った人もいるんだから、はい、漫画教室も宣伝すればいいのにと思うんですけどね。あ、まあそこがね、それちょっともう本題に入るんですけど、はい、そこでない仕事の作り方、三浦淳さんの今日の課題図書なんですけど、ね、それと、まあ、又吉直樹さん火花、火花でない仕事の方に、はい、まず行きましょうか。これでね、やっぱね、気づいたのが、増野さんも、はい、増野さんってすごい、自己プロデュースが上手じゃないですか。まあ、その上には貧乏ですけどね。あとね、物販の時の呼びかけがものすごい上手なんですよ。あ、それは結構ね、増野さんがいてくださると、あのイベントのちょっとしたスペースにある物販品が飛ぶように売れるんですよ。そうなんでしょう。それで今僕演劇の五反田団っていうのの、あの物販を手伝うようにしてるんですけど、あのもうみんな諦めてるのか、僕がやると本当に売れるんですよね。だからね、でもそこ増野さんに限ってのことですよ、本当に。あ、どうなんだろう。だからね、僕みたいな普通のなんていうかオタクっていうか漫画描きたいみたいな人ってやっぱ描くことで満足しちゃうんですよね。そこでもうなんか自分の仕事は終わりだみたいな脱力感みたいなのがあって、その先に行かないんですよ。まあ、僕の場合短歌というね、マイナーすぎるジャンルでやってるからね、そうなっちゃったんですよね。あとね、僕がこの本読んで気づいたのは、増野さんのそういうウランガナっていう姿勢は何かっていうと、やっぱ増野さん最初コピーライターのお仕事されてたじゃないですか、まあ、はい、広告の仕事ですよね、やっぱそれって本当経済活動と直結したところじゃないですか。まあ、そうですね。でやっぱ漫画描くことってあんま経済の直接売り込むっていう仕事と切り離されてるんですよ。なるほど。だから最初の出立って書くんでしたっけ、まあ、読むんでしたっけ、よく分かんないですけどそういう二文字熟語があるんですけど何だろう、ね、まあ、僕もね、字面は思い出すんです、口に出すのは今多分人生で初めてでした。そういうこと僕もあります。出立って書いてありますね。あ、出立が出自って言いますか、まあ、はい、筋って言いますよね。増野さんは広告から来てるからそういうのが上手なんじゃないかなって思いました。まあ、もともとそういうのに興味あったっていうのもあるんですよね。なんか、まあでもそれはね、人によるんじゃないですか。僕は自己アピールする人が嫌いじゃないんですよ。なるほど。だからツイッターなんかでもこう自分の宣伝をする人って嫌じゃないんだけど、やっぱそれにガチンとくる人多いじゃないですか。そうですね。だから僕のことをもう諦めてくれてる人もいるけど、なんか自分アピールが多くてうざい人だっていう風に、まあ、思う人も多いと思います。いや、それもね、僕最近気づいて、はい、もうちょっと前に聞いた荻上チキさんのラジオで、はい、福光茂之さんが出てる回を聞いたんですよ。その時に福光さんの漫画は自分に対しての自意識との本当に向き合ってる漫画だっつって書いてて、あ、増野さんもそうだって思ったんですよ。あとそこにある、とある荒子さんの、はいはいはい、最近話題の、私はあの子と絶対違うのっていう本もすっごいね、自分と向き合う、自分の自意識に対して向き合ってる、向かい合ってる作品で、やっぱそういう人の方が、はい、なんかこうなんていうか、偉いなって思いました。僕はね、自分のことを語ったり自分のことを絶対気にしてるはずなんですけど、もう大学ぐらいの時に多分そういうことを気にしすぎてすごい恥ずかしくなって、いや、あんまり気にするのやめようって思ったんですけど、やっぱ多分それで隠蔽してるんですよ。あ、そうなんですか。でも、いや、小泉さんはもう何かそれでいいんじゃないですかね。まあ、今からね、自分の自意識を気にしだすのも、うん、いや、だからああいう漫画の作風だし、愛されてるんだと思いますよ、そのそうですか、ね、クリエイターに特に、あと僕はだから小泉さんの育児日記とか本当に好きで、ありがとうございます。あんなに赤ちゃんの可愛さとかを見つめ続けてる文章って、はい、見たことないし、男って男ならではの視点だし、ちょっとね、見たことないと思います、あれは。いっぱい育児本読んできましたけど、あんなのないですよ。だから小泉さんやっぱりすごい独特の見方をしてて、それは別に誰かを真似てもしょうがないから、気にしなくていいと思いますけど、だから三浦淳さんのこの本は、
まあ、三浦淳さんのない仕事の作り方という本で、松下敦さんっていう、ほら天国の本屋っていう本で大ヒットした作家の方がいるんですよ、はいはい、その方が三浦淳さんに聞き書きしてる本なんですよね。あ、そうなんですか、だから本人は喋ってるだけ。なるほどなるほど。でまずその構成がうまいんですけど、そのさすがプロの作家さんがやってるから、で三浦淳さんって僕すごく接点があるんだけど、1回しか会ったことないんですね。であんまり三浦さん自身のこう仕事にはそんなに興味なかったんですよ。そのマイブームとかゆるキャラとか、漫画は読んでました、三浦さんの昔の。ほほほほほ、ミナチンコハッチとか、アイデン&TT とか、だからすごい初期の漫画は好きで、それ以外のこうマイブーム的な仕事はあんまり興味ないことだったんですけど、でもこれ読むといかに三浦さんがそういうことを仕掛けてきたかが、あのね、まあね、苦行ですよね。これすごいですよね。いかに勤勉で努力家であるかってことが、はい、わかりますよ。そうだから三浦さんの風貌って自由人をこう自由さを感じさせるじゃないですか、ロン毛でグラサンで、はい、なんかこうそれこそサラリーマンのネクタイでスーツとは真逆みたいなところにあるわけですよね、はい、だけどこれももうすごい苦労してされているっていう、もうすごいですよね、であとなんだろう、こうまあ正直言うとやっぱ三浦さんしかできない仕事なんで、あまりこの本読んでもじゃあ自分もやろうとか思わないんですけど、全然思わない、無理だって思いました。だからもうあのね、好きでやってると思ってたんですよ、ああいうロン毛に、グラサンもおしゃれでかっこいいから、はい、そういうファッションを自分も装うのが好きで楽しんでやってると思ってたら、実はそういうキャラをちゃんと作らなきゃ、あの若い人から仕事がもらえないのだっつって、それでね、住む場所とかもね、ちゃんとこう中目黒とかね、あ、そうそう、あの最初は高円寺で入手しようとした糸井重里さんに、はい、ダメだっつって原宿に作るんですよね。そうで僕それね、その三浦さんとすごく交流の深いその松下敦さんね、その本を構成した人にも言われたことあって、松本さん中央線じゃなくてもっとちゃんと中目黒とかに住みなよって言われたことあるんですよ。で真剣に考えてたこともあるんだけど、僕はダメでしたね。やっぱ杉並区生まれだから、肌に合わなくて、きっと吉祥寺暮らしもちょっと無理してたもの。吉祥寺もちょっと厳しかったですか。いや吉祥寺好きな街なんですけど、やっぱり10年でもういいやと思っちゃいましたね。まあ、中でもね、一番辛そうなのが自分洗脳っていう。自分洗脳ですよ。だからね、特にね、辛そうだったのが、天狗とヘビのおもちゃを、なぜか自分はそれを好きだってことに仕向けないといけないっつって、見かけたらとにかく、俺が買わなくて誰が買うんだぐらいの気持ちで、嫌げ物ですよね。そう、買い漁って、いや、まあ、三浦さんはだからいろんなブームを仕掛けてきた人で、絶対つらいに決まってる。結構自分はもう飽きてるんだけど、飽きるまでものすごい長い期間かけて世界に浸透させてるんですよね。そうですよ。だから一人電通とおっしゃってるのは、本当にそうで、こんなたった一人の人がマイブームとかゆるキャラとか、もう命名者としてすごい仕事じゃないですか、もう概念を変えたわけでしょ。そうです、そうです。すごいですよねこの人。すごいですよ、偉人ですよ。ほとんどあれに、そのなんだっけ、ほらくまモンとかを作った有名な人じゃないですか、何あのコピーライターの人ですよね。コピーライターの人、あの人とかぐらいですよね。あのパクって怒られた人でしたっけ。パクった人じゃないですか、ね、あ、そっか、ごめんなさいね、もうね年だからね、分かんなくなっちゃったんですけど、こういう名詞がすごく僕お世話になってるんだけど、そんな人をパクリ呼ばわりして失礼しました。いやいや、小山薫堂さんだ。あ、小山薫堂さんか。あの夢の小山薫堂さんがプロデュースしてるんですけど、三浦淳さんはある意味小山薫堂ですよね。あ、全然わかんないです、僕小山さんの仕事ぶりを知らないので。小山さんは何した人って言ったら、僕ね、ワウワウの W 座っていう映画でずっと安西水丸さんと解説してたのしか知らないです。最も活躍して、最も成功した放送作家ですよね。はあ、そうなんですか。あの、カノッサの屈辱とか、へえ。確かそういうの作ってた人じゃなかったかな。へえ。すいません、なんか曖昧な記憶で。いえ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 。あの、あれも、映画の脚本も書いてますよ、ほら、あの、送り人。ああ、もっくんが、あの、カンヌで賞を取ったやつですよね。作品自体が賞を取って、もっくんが主演だった映画。
まあ、とにかくたくさんの、まあ、料理の鉄人とかも作った人だ。まあ多彩な人なんですよね。てるてるワイド、吉田てるのてるてるワイドっていう僕の好きだったラジオをやってた人なんですけど、やる気満々じゃないんですか。てるてるワイドってもっと昔ですね。あとやっぱカノッサの屈辱っていうのとかで話題になって、はい、まあいろいろやってます。すごい人だ。で、まあ、まあジャンルは違うけども、そういう僕一人でジャンルを立ち上げた人が好きなので、三浦淳さんはすごい存在には興味があって、でこの本読んでやっぱりすごい人だったなってちょっとびっくりしますよね。いや僕はもう本当ね、ただ好きでやってるのが自然に仕事になるみたいな、ラッキー、思ってましたよね、ラッキーな人だと思ってましたよ。僕もちょっとねその辺偏見がありました。みんながチヤホヤして人気者でいいなぐらいに思ってたんですけど、ま、ただもともと人気があって、コラム連載とかいっぱいやってることが前提なんだけど、自分のその広めたいものを、ありとあらゆるコラムで書いていくんですよね。そうです、そうです。そんなことできないですよ。まずコラムいっぱい持ってる。でも増野さんはありとあらゆるコラムに離婚のことを書いてた。まあそうだけど僕もそんな頑張って離婚宣伝しなくてよかったのにね本当にね、まあ、一時期マスノのコラム全てに離婚話があって散々言われましたけどね。まあ、だから三浦さんはなんだろうな、まあ、勤勉ですよね。そうなんですよ。もう本当に24時間仕事してる人ですよ。だって酒飲むのだって接待ですからね。そう接待ですよ。そんなんね、僕もともとそんな酒飲まないですし、僕考えたこともなかった、編集者を接待するなんて。ただね、本当飲みニケーションっていうのはあるなとは思ってましたけど、ね、そんな飲み会も好きじゃないですから。でもだって自分がおごるんでしょ。でもそ飲みニケーションにしても、なんていうか酒好きの人同士自然に楽しくやってるもんだって思ってたんだけど、そう、ま、この三浦さんはもうそれを業務としてちゃんと位置づけてたんですよすごいですよね。そういやもうだから、あこれは三浦さんのたくさんの成功はあるんだ、これが裏にあるんだっていうのは、ものすごく興味深い本でしたね。だから三浦さんみたいにしたいっていう気持ちがあったとしても、これ読んだらもう打ちのめされますね。いや、やっぱ萎えないですね。そう、萎えない人っているじゃないですか。ほら例えばさ、恵比寿さんとかもさ、恵比寿さんみたいになろうとしてさ、テレビの恵比寿さんポジションになるのって無理だと思うんですよ。そうですね。あと電気グループのさ、ピエール滝さんとか、はいはいはい、もうあんなポジションって、だってまず楽器弾かないのにバンドのメンバーってなるのは無理だと思うんですよ、普通。そのように村さんも漫画家出身でこんな仕事をする人って、まあ真似ができないですよね。無理ですね。いやもうすごい人ですよ。ただね、この本読んでまた出たって思ったのが、はい、糸井重里さんの存在ですよ。まあ、糸井さんね、そう、林真理子さんの本を読んでも出てきてあれまた出てきたぞって、この本と雑談ラジオ2冊続けて2回、糸井重里さんの存在が出てきて、でこの前ね、一昨日アックスのイベント京都行ったんですよ、で京都に行って、展覧会もしてて、イベント終わった後そこ行って行ったら、今までガロがずらーって並んでて、1977年の何月号かをふと手に取ったら、糸井重里さんの漫画が載ってたんですよ。 あれですか、ペンギンご飯かなんか。違うんですよ、僕の弟っていうので、まあ、ペンギンご飯は本人が描いたやつじゃないんじゃないでしたっけ。自分が絵を描いてないですよね。ご本人が描いたのはそれ一回きりで、一発撮った雑誌に糸井さんが現れたから、すごいですね、それしか載ってないですよって言われてね、もうすごいびっくりしたんですよ。糸井さんはでも大抵の人とつながりがあるから。なるほど。例えば今だってスマート問題とかで、木村拓哉さんとずっと釣りしてたわけだから、いくらでも語れるのに語らないじゃないですか。いや大抵の人とつながってますよ。僕ね、糸井重里さんのお仕事ぶりは本当言うぐらいですよ。NHK の言うの司会も大きかったですよね。影響力が、一瞬で降りちゃったんですよね。飽きちゃったとか言って。でも糸井さんは僕驚いたのは、若い世代には悪いイメージがあるみたいで、例えばほら武田砂鉄さんっていう今に評判のコラムニストがいるんですね。芸能界のこと書いたりもしてる。その人が最初のデビュー作の中で割と糸井さんのことを批判的に書いてて、でも若い人に聞いたらやっぱイメージ的になんていうの、こう
こうお宝を掘ってる人、あ、埋蔵金、徳川埋蔵金とか、あ、マザーはやりました。そうで、マザーをね作った人とか、コピーライターとして有名とか、あと A ちゃんの成り上がりを作った、それこそ A ちゃんの流れ上がりという本の構成をして、あのもう一躍 A ちゃんをスターにしたみたいな、うん、あとね沢田研二の TOKIO を作詞した人とか、ね、たくさんの仕事してる人なのに、若い人たちはそう思ってなくて、えってやっぱちょっとギャップを感じたんですよ。で秋元康的なアコギなイメージがあるんだって、で僕は面識が個人的にもあるし、自分の本もあの石川君っていう本をね、プロデュースさせしていただいたので、すっごくお世話になってるんですね。だから あとすごい人なんでしょう、伊藤さん。あっても、ものすごく世界を厳しく見て、でも優しくしようとしてる人なんですよ。へだからほとんどね何も関心を払わずに生きてきたので、急に本出る本出る本現れるからびっくりしましたよ。いやだから伊藤さんはもう本当はもう引退しててもおかしくないのに、未だに影響力があるほぼ日とかやってるわけだからすごい人なんですよ。でこの本の中で三浦さんは唯一の師匠であると。はい、そう、僕三浦さんとね、浦井淳さんと一回だけ会ったのが、そのほぼ日の連載してた石川くんっていう、石川啄木の本がね NHK の番組になりそうっていう企画だったんですよ。ああ見ましたよ。青山ワンセグ開発っていう、宮下くんが出てたやつ、ももクロさんがあの司会で、で僕はその石川くんで出て、でいくつかの企画をプレゼンするって企画だったんですよ、で三浦淳さんは三浦淳さん原作のなんかこう漫画、ちょっと顔が卑猥なものに見える像が出てくるあの漫画のアニメーションを提案してたんですよね、でその時出てた人たちみんな多分伊藤さんに関係があったと思いますよ。だから三浦さんは伊藤さんとつながりが深いし、僕もそもそも伊藤さんのところで連載してた石川くんだったし、競合が結構みんな伊藤さんに関係してて、もう伊藤さんワールドの中で戦ってるわけですよ。なるほど、仲間内の戦いみたいな、だからそういう意味でも、あ違いました、師匠じゃなくて伊藤さんは唯一勝手に決めた私の上司です。上司、なるほど。まあでも明らかにあの長い師匠師弟関係にありますよね。なんかねこの伊藤さんに気に入られたくて勝手に友達が事務所に入ってるから入り浸ってあの大事な会議中に自作のカセットテープを勝手に大音量で流したりして困った自己アピールをしていたって微笑ましいエピソードが語られています。すごいですね。いやでもまあ伊藤さんがすごい人なんですよ。いやどうそう、どうすごいんですか。でも例えばさ、はい、一つのジャンルで成功するのだって難しいじゃないですか。そうですね。そんなマザーみたいな、ある一つのこう発明みたいなものだったらしいじゃないですか。僕はやったことないんですけど。RPG ですね。ファミコンの。で、未だにファンがいて、若い世代の例えば最近の岡崎に捧ぐっていう、あの漫画でデビューした若い SF漫画家も愛してたような、もうみんなが好き知ってる漫画、ゲームを作ってたりとか、それだけでもすごいし、だいたいコピーライターって仕事を世界に広めたのも伊藤さんだし、あとなかなか時を作してヒットさせませんよ、いくらそういう多彩な人がやっても、誰もが知ってる曲じゃないですか、で今だってほぼ日というところで手帳を作って、はい、手帳なんていろんなメーカーが作り続けてきて、たくさんのノウハウがあったはずなのに、たった一人が仕掛けたことで、はい、今ほぼ日手帳っていうものがもうブランドとしてすっごく大きくなったわけじゃないですか。そんなこともあのいくつかの仕事の中の一つでしかないわけじゃないですか。だからもうあのこういう言い方するとご本人が嫌かもしれないけど、まあ、一大宗教とも言えるというかだからご本人は出入り自由の宗教でいいんじゃないかみたいなことをおっしゃってたけど、つまりだからあの搾取とかしないあのどんなものも宗教みたいになっちゃうもんなんで、
宗教ってことは糸井さんを崇めるんですか。いやだから糸井さんということは人がやることは信頼できるってみんなが思ってて、だから訪日手帳とかも楽しいなってみんな手に取るし、訪日サイトを見ると面白いことがいっぱい出てくるから。訪日サイトも僕ねほとんど見たことないんですよ。見る人はみんな見てる、面白いですよ。毎日見てるんですか。まあ宗教って言い方が変だとしたらメディアですよね。糸井さんという人がの目でいろんなものをこう編集していくっていう意味では、だから、まあ、一人電通っていうことを三浦さんがおっしゃってるけど、うん、まあ、糸井さんがもともとそういう人なんですよ。なるほど。きっとで糸井さんの仕事の方がメジャーで、それに対してその三浦淳さんはマイブームとかゆるキャラとかささやかな感じのする、うん、でもみんながすごささやかであるがゆえにすごく愛した、うん、あのジャンルを作った人じゃないですかね。うーん、うん、いや三浦さん、うん、まあ簡単な言葉で言えばアイデアマンですね。まあアイデアマンでもあります。まあ、発明家ですよね。うん、糸井さん短歌作ってあの見せてくれたことあるんですよ、こっそり。へえ、それも上手だったし面白かったから。へえ、まあ、センスもすごいですね。もうセンスがいい人はそうなんですよ。へえ、うん、そっか、なんて自分がほぼ触れずに過ごしてきたのかなって。うん、まあ、うん、そういうもんなんでしょうね。まあね、でも小泉さんはあんまり縁がないとも言えるかもしれませんね。そうですね。うん、あ、でもね、糸井さんもね、それこそ手に取ったガロに漫画が載ってたので、僕もね、はい、ガロ系の末席にいるわけですよ、はい、だからガロの先輩ではあるんだなぁと思いました。まあ、そうですね。まあ、僕ね、それこそ赤瀬川さんのことを増野さんに聞くまでよく知らなくて、はい、ガロの末席にいながらガロのことをほとんど何も知らなくて、あの一昨日水木しげるさんの話とかも聞いて、あ、水木さんのことも全然知らなかったなって思って恥ずかしくなりましたよ。あ、まあでもクリエイターだからいいんですよ。その批評家だったらね、そういうこと知った方がいいと思いますけど。水木さんは自分が作り手なんでいいんじゃないでしょうか。じゃあそろそろ火花の方に行きましょうか。なんか三浦さんの本の魅力が伝わったことが今一つ自信がないんですけど。いや、でも三浦さんの凄さっていうのはねすごく語ったと思うので、でポイントは僕三浦さんって漫画家としてはすごく好きだったけど、あんまりそのマイブーム的な仕事には冷淡だったのに、これ読むとすごい力で広めてたんだ。あ、僕ね、あの水野晴郎さんのシベリア超特急を三浦さんがすっごい推してた時期に、なんであんなつまんないのまあ見てもないんですけど、ダサく、どうやらダサくらしいものをそんな熱心に広げるんだって。なんか90年代ってあえてそういうダサくをもてほやすみたいな、もてはやすみたいな文化があったと思うんですよ。そういうのがねちょっと嫌いでしたよ。あ、まあね、ただでもこれ読むと なんかねすごく腑に落ちるんですよ。まあね、そこまでしてやるならって思いますよね。まあ、でもとにかく一つのプロジェクトにものすごくエネルギーと時間がかかってるってことが感動的ではありますよね。うんうん、その仏像ブームとかもね、安直なものは何一つなかったですよ。で最初はすごく冷淡な対応されても、うん、だんだんみんな三浦淳さんに感謝するんですよね。あ、ゆるキャラとか そこもいいですよね。うん、最初はみんなが冷たかったのに、うんうん、世界が振り向いて三浦淳さんありがとうってなってくる感じが、うんうん、いちいち感動的ですね。うん、はい、じゃあ次、火花ですよ。そうですね、今小泉さんにいただいたあのどら焼きを食べながら話してます。これちょっとよく見ないで買ったんですよ。あのね、はい、どら焼きのね皮だけ売ってたと思ったらちゃんとしたどら焼きでしたね。なんか皮がこうあの四角いあのプラスチックのケースにずらーって並んでると思ったらちゃんと一枚一枚の間にあんこが挟まってました。そうですね、不ぞろいなだけでした。不ぞろいどら焼きという名前でした、うん、なんか、うん、普通に美味しいですね。そうですか。あのザじゃなくて、漫才コンビピースのね又吉さんが、はい、初めての長編小説を書いて、はい、それが芥川賞を受賞して今や250万部でしたっけ。僕は買った時点で209万部到達していて、もう今更言う
遅すぎるぐらいの感じですけどね。そうですね、はい、まあでもね読みたかったんですよ、すごい評判だったので、はい、どうでしたか、まあ、私事で言うと、はい、自分もねあのお笑い芸人では何でもないんですけど、はい、あのお笑い芸人の漫画を去年まで書いてて、はい、それがさっぱり売れずに単行本全3巻分のうち 1,2 巻しか出なかったっていう、すごく面白かったありがとうございます。悪魔を哀れむ歌です。哀れむ歌という、うんうん、タイトルもあんま良くなかったなと今では反省しています。すごく面白いんですよ、なんであれの3巻が出ないのか。売れなかったからです。いやでも漫画って3巻ぐらい出て売れる時あるじゃないですかそうですね、あと全巻揃って買う人もいるじゃないですか。まあそうなんですよ、出せばいいのに。まあでも 1,2 巻の売り上げの数字を知らされたらもう恥ずかしくなって。それは出版社のせいでもありますよ、そんな自費出版じゃないんだから。はい、まあ、ただエンターブレインですので、自分と同じお笑いをテーマにであの描かれた作品がいかほどのものなのか、はいはい、こんな大評判になり芥川賞を取って大ベストセラー、もう時代 なんかこうヒット商品メガランキングみたいなのでも2015年で1位とかになる、はい、1位じゃないかとか分かんないですけど上位に入るぐらいの作品で、はい、まあ若干ね批判的に読んだわけですよ。なるほど、はあ、みたいなそうです、つまんなかったらクソ味噌に言ってやろうみたいななんていうことですかしたらね、文章が本当文学で、はい、文学調の硬い文章で始まるんですよね、はい、そうなんですよ、これがねもう僕ねもう平易な文章を読み慣れてるせいで雑誌とかしか普段読んでないから、はい、これが全然頭に入ってこなくて、僕も確かに最初読んだ時、硬いな文章と思いました、ちょっと正直。そうなんですよ、うん、あのね最初の文章の2つ目の文章が熱海湾に面した沿道は白昼の激しい日差しの名残を焼きで溶かし、浴衣姿の男女や家族連れの草履に踏ませながらにぎわっているって、昼だか夜だかうっかり読むと分かんないまあね、あの僕ね、まあ、夜なんですけど又吉さんの本をいっぱい読んでたから、うん、普段もっと平明な人なんですよ、だからちょっとびっくりしました。硬い、そうだからここ何回も読みましたよ、あれ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 って。僕ねボサッと普通の本でも読むのすっごい遅いんですよあのボサッと読んでると字面だけこうつらつらつらっていって何も頭に入ってきてなくて、はい、何ページか戻ってまた読まなきゃいけないことがすごくあるんですよ。なるほど、だから本を読むのが正直得意ではありません。いやでも阿部一茂さんとかいっぱい読んでるじゃないですか。そうですね、それがですね、でもね、あの硬いのは最初だけで、だんだん後の方になると割と分かりやすい文章になっていって、後半に至ってはもうどんどんドライブがかかってね、なんだとこりゃーっつってすごい面白くなってくるんですよ。そうなんですよね。そうなんです。最初だけ硬いんですよ。そう。なので、とても面白かったです。何が言っても良かったですか？ですね、僕ね、お笑い芸人の人の本はそんなに読んだないんですけど、映画とかは見てて、お笑いの人ってね、映画とかだとすっごいね真面目なんですよ。まあそうですよね。お笑いの笑わそうって気がないっていうぐらい。例えばどんな映画？うっちゃんの交換日記、芸人交換日記見ましたよ。そうとか品川さんのドロップとか。見てないです。それはヤンキーの喧嘩のやつなんですけど、はい、まああのね笑わせる気はあるのかもわかんないんですけど、僕はどっちも一箇所も笑えなかった、笑う場所がなかったなって。本来お笑い芸人なの。そう、お笑い芸人だから笑わせてくれるものかと期待すると、なんかすごく真面目な表現で割と普通だなみたいな。うん、それはきっと芸人さんの中に、うん、普段笑い取ってるから、うん、もっと芸術っぽい作品を作りたいとか、うん、そういう感動させたいとかいう気持ちがあるのかもしれないね。感動させたい気持ちがすごく強くありますよね。そこは多分不満なんですよ。普段どんなに頑張って作っても笑いってことで終わっちゃって、で人って悲しかったりすることを笑いに入れないんですよ、芸人さんって。そういうこと排除して作ってるから、反動なんだと思いますね。でもね、この火花は又吉さんがこの、漫才師の話なんですよね。はいはいはい、その先輩の、神谷さんっていうアホンダラっていう漫才コンビの人を支持する、主人公スパークスっていう漫才コンビの徳永
ていう男が主人公で、はい、その二人の物語なんですよね。そうですね。その先輩後輩の濃密な関係にはすぐ入れました？あのね、僕もね、そういうあんまり明確に人を師匠みたいに指示したことはないんですけど、そういうふうに年長の人になんかこう指示したいって気持ちはすごく強くあるので、あ、いいなって思いました。なるほど。僕はね、なんかその先輩が、この主人公が先輩に惚れてるのは分かったんですけど、うん、あんまり先輩を魅力的に思えなくて、あ、なんかちょっとそこはね、違和感を持ち続けちゃったんですよ。それは先輩の発するネタみたいな部分が面白いと思わなかったんですか？発言が、なんでこの人こんなに魅力を感じちゃったんだろう、そんなに面白くないじゃんと思っちゃったんですよ、ね、なるほど。まあ、だけど、あの、そういう関係があることはすごく分かるから、うん、あの、まあ、違和感を持ちながら読み続けたんですけどね、うん、そこでもし先輩のキャラクター造形が僕の好みだったり、あの、あ、自分でもこういうことされたら惚れちゃうんじゃないかって思うことがあったら、うん、もっと大好きだったかもしれません、その先輩の描写が。まあね、先輩はパンクが好きで、うん、破天荒なタイプなんですよね。そうなんですよね。まあ、不良の感じなんですよね。はい、増野さんあんまり不良に対する憧れがないからじゃないですか？あることあるんですよ。だからエグザイルとかに混じりたいとかいう変なこう、あの、先輩後輩関係の憧れがあるんだけど、だろうな、自分がだから、実は僕だからこの本についてね、書評頼まれて断ったことがあって、なるほど。当時まだ芸人活動してたから、もう大先輩の又吉さんのことなんて僕言える筋合いないと思っちゃったんで、あとしかも自分のこと隠して書けないじゃないですか、うん、自分があのこれから売れたいと思って芸人活動してたから、うん、あの、複雑な思いすぎてとてもじゃないけど書けなかったんですよ、うんうん、でその一つが、あの、なんだろうな、だからその自分も先輩後輩の関係の中で活動してたんだけど、うん、自分だったらこういう先輩にはあんまし惚れないなっていうか、うん、あんまりついていこうと思わないだろうと。お、じゃあ増野さんにとって神谷さん的存在の人はいましたか？ま、あの、もちろんいたし、あの、たくさんの濃密な関係の中でやってたんですけど、うん、僕の場合相方が狂ってたので、うんうん、その狂った相方との関係に悩んでたりとかまあこのクレイジーなんですよね、先輩が、神谷さんが。だからそう考えると僕にとってはまだ相方の方が興味があったのかもしれなくて。なるほど、うん、だから分かんない、その当時はそう思った、あの、思ってしまって、うん、あの、とても混乱しちゃってたんですよね。うーん、なるほど。僕はね、この漫画じゃなくて本ですごく、あ、いいなって思ったのは、又吉さんがちゃんと小説の中で笑いを取ろうとしているところが、本当ですよね、すごく良かった。そこはすごくいいですよね、ネタが面白かったです、うん、あの、それ重要なことで、そう、なかなかできないことなんですね。そうなんですよ、うん、そう思いました。だからね、漫画とかの表現ですごく嫌なのが、お笑いの場面でネタを漫才師がやってます、でも音が消えて全部消えちゃって、はいはいはい、客が笑ってる絵みたいな、はいはい、そうやってごまかすなよって思うんですよ、まあ、よくあるのは音楽漫画で、ね、音楽は、漫画は音楽出ないからしょうがないんですけど、しょうがないんだけど、でも漫画、ま、で漫才は書けるじゃないですか、まあ、そうですよ、まあ、それは思いました。僕も、僕はうまくいってるかどうかわからないんですけど、悪夢は終われぬ歌で、そこは自分なり の、 あの、考えた漫才をちゃんと表現、逃げずにやろうって思ってて、そこ重要ですね、やりました。あの、だってそれは本当に大事で、すごい絵があるっていう設定の漫画で、うん、絵がチャッチかったらダメだったり、うん、ありますよね。ただね、漫画の場合はお手盛りなので、客が笑わせることも自分ができてしまうんですよ、まあ、でもガラスの仮面方式でね、ええ、おーすごいとか言って観客が説明してくれるっていう、ええ、まあ、そういうのはありますけどね、伝統的にね、ええ、又吉さんはそこは本当にすごいと思ったし、あの、なんだろうな、僕でもね、だから最初読んだ時の印象はね、うん、又吉さんファンすぎて不満が多かったんですよ。だから前も言いましたけど、東京百景って本が大好きで、なるほど、もう僕その本はどんなに好きかっていうと、又吉さんっていう人関係なく、ありとあらゆる本の中でとっても好きなランキングの上に来るぐらい好きなんですよ。あの、死ぬ時に棺桶に入れてほしい本レベルなんです。むちゃくちゃ好きじゃないですか。だからそれに比べると小説としてすごくよくできてて面白いんだけど、あの、やっぱり最初が硬かったこととか、うん、その先輩が自分にはあまり魅力的じゃなかったこととか、うん、あの、
不満ばかり目についちゃったりとか、あと又吉さんってさ本当は売れてる芸人じゃないですか。そうなんですよ。なのにこの小説だと、一瞬売れたけど売れてない芸人すぐ消えていっちゃうんですよね。なってるでしょ。そこがやっぱ当時僕芸人目指してたから、その僕から見ると、いや又吉さんだって売れてるじゃないですかって言いたくなっちゃう。それはね本当ありますよあの売れてる漫画家がベストセラー出してる人が売れてない、うん、不甲斐ない漫画家を主人公に描くのってどうなんだ、どうなんと思うじゃないですか。 そこは、まあ、私としてじゃないんでしょうがないんだけど、なんかいやだって又吉さん売れてるじゃないですかっていう、ちょっと無神経さを感じなくはないんですよね無神経かとか別として、あの余裕を感じちゃって、で僕はあのなんか物書きとしてやってるからね、他の芸人に比べたらまだまだすごく逃げ道があってずるかったんだけど、それでもかなり本気で売れたかったから、あのだって僕芸人辞める時のきっかけも、あのもう体力が追いつかなくて、こんなにライブばっかしやってたら文章書けなくて食えないって先輩のね、相方の先輩に言ったら、あ3人だったんですよね、上田さんですね、上田さんっていうね3人目の先輩に言ったら、又吉さんは芸人活動しながら小説を書いたじゃないかって言われてもう号泣しちゃって、まあ、それが一つのきっかけで、あまりに的を得た、そうだって言い返せないじゃないですか。であとそのさ才能のさ又吉さんを比較され出されたらさ何も言えないでしょ。そうですね、もうなんかちょっと又吉さんを逆恨みしたもん、ちょっと又吉さんのせいで号泣しちゃいましたか。本当に あと当時ね、事務所の先輩であのチャーミングの井上二郎さんって人が、漫画を描いた芸人生活、芸人生活って漫画を出してて、芸人活動頑張りながら漫画を描いたわけですよ。なるほど。それ言われたら、二郎さんだって漫画描きながら、ステージ立ってるじゃないかって言われたら、もう泣くしかなくて、だってもう体僕ボロボロで。それはでもね、我々はもう年だから、年なんですよ、もう、ね、50前ですからね、初老なんだとその先輩だけど上田さんは10歳下なわけですよ。又吉さんにしたってまだ30代ですよね。10歳下の時は僕だって元気でしたよって言いたかったんだけど、でもまあもうあまりにも正論な意見だったから、泣くしかなかったの、そして公園で子供たちが見てるところで号泣しちゃったんですよ、もうね。そして辞めましたよ芸人活動。だからそのまあ自分のせいなんですよ、自分が体力なかったせいなんだけど、あとやっぱしもう僕物書きであることを利用した芸人だったから、物書き業が一切できなくなっちゃったらちょっと矛盾があると思っちゃって、だから本当はね物書きしながら腰掛け的にできればよかったんですけど、そんな甘い世界じゃないんですよね。もうだ僕が抜けた後僕以外の相方2人が今スッキリソングってコンビになって今すごく活躍してて、スッキリソングってお二人のことだったんですか。そう、二人の名前変えて、歌人が抜けてスッキリしたっていう意味なんだってひどいでしょ先生したみたいな。 それで今スッキリソングは事務所のトップですよ。嘘、本当に。あのなんか年末、去年の年末に人気投票で1位になって、すごいじゃないですか。そして今年、また今年に入ってからも1月も1位だから、はあ、2年連続1位って。あ、じゃあもう来年は M1 の決勝出るかもしれないですね。わかんないけど、ないんですよ。普通ね、1位の人って、次で1位になんないんですよ。はい、2回1位って僕初めて見ましたよ。むちゃくちゃすごいじゃないですか。すごいんですよ。で、あと去年もね、あの、事務所の中でコンテストがあって、あの、審査員が選ぶ、こう、ベスト3にまで入ったし、まあ、圧倒的に今注目されてて、増野さんがいなくなって出世してしまって、足を引っ張ってた。僕ねずっと検索してるんですけど毎日、はい、スッキリソングで誰か必ずファンになってますもん。そのライブ迎えるごとに、初めて見たスッキリソングがすごく面白かったっていう感じの。増野さんが作ったグループなのに。違いますけど。でもだから、いかに僕が足を引っ張ってたかですよ。あのですね、ローリングストーンズっていうバンドが今もあるんですけど、はい、ブライアン・ジョーンズっていう人が作ったバンドなんですよ。はい、まあ、ミック・ジャガーと一緒に作ったのかもしれないですけど、で、ずっとカバーのブルースの渋い曲をロックでやってたんですけど、はい、ある時、ブライアン・ジョーンズが死んじゃったんですよ。はいはいはい、そしたらオリジナルをバンバンやるようになって、ね、ドーンって売れたっていう。それみたいじゃないですか。いやでもね本当にすごくて、その去年僕年末にね、その事務所のベスト10っていうかベストを決めるライブがあって、変装して見に行ったんですよ、マスクしてコンタクトレンズで帽子かぶって不審者みたいな。それでマスノって言わずにね、はい、別名義でチケット取って、はい、あの人の協力を得てね、あのこっそり見に行ったんですよ、
したらなんか3位になっちゃって、はあ、で結構ねもう1位2位はとっくに事務所で売ってる人たちなの。だから3位ってほぼ1位に等しいっていうか、なるほどなるほど、新人枠の1位なんですよ、でなんかステージでねなんかこうなんかトロフィーとかもらってて、うん、なんか上田さんがね、うん、なんかお前言うことあるんじゃないかっていうふうに相方に元相方に言ったの、うん、そしたら歌人やったよって言ったの、バレてるのかな、いやそれで僕いること知らなかったらしいんだけど僕泣いちゃってもうその後逃げ帰りましたよ。それはどういう意味の涙なんですか。あのねいろんな複雑な気持ちなんだけど、あのまず頑張ったと思ったわけ。その詩人ってね、もっと詩人の人はね、今上田さんと本田くんでやってるんだけど、本田正幸くんはすごく怠け者だったのね、僕とやった時は。だっただいたいさ、ポエムを書く仕事してて、僕が短歌を書くっていうね、役割分担だったのに、ポエム書かないんだもん。あとチラシの漫画も全然書かないって言ってました、ね、つまんないの、でだってチラシの漫画なんて彼の絵を元に僕がセリフ書き換えてあの作り直したこともあるんだ。でポエムも僕がゴーストライターしてたんだもん。短歌を僕が書いて、ポエムも僕が書いてたんですもん本当は、だからもう僕もう有名な歌人なんですよ、はい、日本を代表する、それが教科書にも載っている全く無名の詩人 の、まあ、彼も才能あるかもしれないんだけど、代わりにポエム書いてあげてたんですよ。 CD のポエムを出した男ですよね。そう、まあ、ソニーから朗読 CD 出してるからプロなんだけど、本当ポエム書かない人だったの。で朝まで説教して書けって言って書かなかったの、うん、そういう人だったのにものすごく面白かったんです、また漫才が。あのね、詩人歌人と上田誠ってこのトリオは、うん、下手くそな詩人と歌人に上手な先輩が突っ込み入れるってコミュトリオだったんですよ、それが今は2人とも上手い、すごくキャラの立った2人っていう感じなの。まあ、もちろんそれは上田さんがね上手いことやってるんだと思うんだけど、うん、だけど当時の詩人には想像もつかないぐらい、まあ、頑張ってたんですよ。だからもうそれでまず感動しちゃって、あとそんな不意打ちですよ、僕あの隠れてたから、まさか呼びかけられると思ってないから、でとっさにねおめでとうって言えばよかったんだけど、もう声も出なくて、もう涙出てきちゃって、会場を逃げ帰ったんです、こうやって。それはやっぱり自分のことを意識してくれてたって気持ちもあるわけですよね。まあなんかね、もしかしたらその忘れないでいてくれたみたいな、歌人やったよっていうのはね、上田さんが言ったから言ったのかもしれないよ、まあ、シャレで言ってるだけかもしれないですね、うん、あと心から持ってないかもしれない、そういうやつだから、だけどなんだろう、僕がちょっと見てないうちにねこんなにうまくなってたんだってことと、まあ、まず感動的だったわけですよ、ネタ自体も面白かったし、で3位になるのもすごく難しいの。なぜかっていうと、たくさん人気の人がいるんですよ、その最後の決勝戦だったから、でもテレビに出てる人だっていっぱいいるし、いくら頑張ってても3位に入選しないことだってざらにあるし、他にも面白い人いっぱいいたから、あ、ダメだったかもと思ったんですよ正直、すごいなと思って。売れますね。でね、それだけ聞いてください。それでね、その日僕ね、これ原稿にも書いちゃったことも繰り返しになっちゃうんだけど、もうまっすぐ変えたくなくて吉祥寺をさまよってたんですよ。当てともなく。そう、それで吉祥寺の本屋さんで、波を聞いてくれっていうさ漫画があるじゃないですか。あ、わかんないです、ね、あるんですよ、あの波を聞いてくれっていうね、最近ちょっと人気のある漫画があって、これですよ。ほう、波を聞いてくれ、あ、無限の住人の佐村弘明さんが書いた本で、これをね、あの阿佐ヶ谷に帰って南阿佐ヶ谷のミスタードーナツで読んでたんですよ。へ、え、マスノさんの好きそうな感じの漫画じゃない気がするんですけど、面白いですよこれ、結構ラジオがテーマで、それでね、あ、だからこれちょうど差し上げようと思ってたんですけど、ラジオがテーマだし、はい、あのでね、これを読んでたら、ミスタードーナツでね、なんか僕がツイートしたことを読んでる人がいたんですよ、隣に。おで、僕がそのね、泣きながら帰りながら電車の中で月ソングがかっこよかったって書いたの、ツイッターに。おしたらそれをそのまま読んでる人が隣にいて、声出してですよ、うん、
ツイートを朗読する。さすがに僕も漫画読んでたんだけど気づいて、うん、あれと思って振り向いたら、うん、その隣にいた女の子たちが、うん、たまたまスッキリソングのファンで、はあ、あスッキリソング検索してたんだ。でスッキリソングのこと書いた僕の記事を読み上げてただけだったんだけど、で絶賛してんの。へあの本田さんって天才じゃないかしらとか言って、それで僕が元相方だってことは多分気づいてないわけですよ。あのコンタクトだし僕で隣こまじまじと見ちゃったんだけど、まあその後はそんなに長く喋らずに書いちゃったんだけどさ、まあその引きの強さっていうか、だって吉祥寺さまよってから目の前さんに書いてたのに、そこで偶然ファンに会うって。そうですね、まるで一冊だけ取ったガロに糸井重里さんの漫画が載ってたみたいな。もうびっくりしちゃって、あこれはスキルソングなんか持ってるし、売れる兆候じゃないかと思っちゃいました。だってなかなかそんなさ時間経ってさ地元のミスタードーナツで、スキルソングを絶賛してる人が僕のツイートを朗読しませんよ。戦火はの B 級でやって吉祥寺で増野さんさまよってたんですよね。 それでその人たちは多分阿佐ヶ谷に来て、まあ、阿佐ヶ谷に住んでらっしゃるのか知らないんだけど、ちょっとびっくりでしょ、うん、最初僕ね幻聴が聞こえたとか思ったの。もう僕さすがに心が病んじゃってショック受けすぎて、もう僕が自分の書いたツイートをねなんかこう幻聴で聞いちゃったのかと思った、けど違ったんですよ。なるほど、話が逸れちゃいました。だからそういう複雑な思いで読んだから、だからマテオさんのこの本はだから所読の時は不満もすごく多かったんだけど、でも結末とかも突飛だけど面白いじゃないですか、うん、あのね僕結末すごく良かったんですよ。すごく、ね、僕も大好き。最近僕お笑いに何を求めてるかってことが明確に分かったんですよ、はい、あのねすっごい好きな映画でホテルニューハンプシャーってちょっと話ずれるんですけど、はい、ご存知ですか。知ってます、知ってます。あのジョン・アービングが原作で、はい、すごい一家の話で、かぶり物してる話ですね。あのナスターシャキンスキーが熊の着ぐるみをして心を病んでる、はい、でも僕当時そういう精神的な病のこととかあんま明確に分かってなくて、はい、それでね一家にいろんな悲惨な出来事が起こるんですけど、はい、それでもまあなんか笑い飛ばそうみたいな雰囲気があってすごい好きな映画で、でこの前見返コメディ映画100連発みたいなのに文章をそれ書かせていただいた時に見返したんですよ。したらねやっぱね一つ一つの悲惨な事件をとってもその事件が お姉さんの女優さんのあのレズビアンの人が、はい、レイプされるんですけど、はい、敏感されちゃうんですよ、はい、その表現もねどっかふざけてるし、はい、何が起こっても全部なんかふざけてるんですよ、なんてふざけた映画だって思って、はいはい、その感じがすごい好きだなって思って、で年末に電気グルーヴのドキュメンタリー映画見たんですよ、僕電気グルーヴはあのオールナイトニッポンは何回かしか聞いたことがないから、そんなに大ファンだみたいなことはちょっと言いづらいんですけど、言うのがはばかられるなって自分で思ってて、はい、でも何回か聞いたことがあるうちの1回に石野卓球さんがオールナイトニッポンに自分の中高生がね深刻な悩みを手紙で送ってくる、はい、俺はそんなの絶対読まねえよみたいなこと言ってて、そんなこと言うオールナイトニッポンパーソナリティいるのかってものすごいびっくりしたんですよ。でそれがすごく心に残って、なんちゅうことを言う人だっていうのと、あとそのパフォーマンスとか見ててすごく悪ふざけみたいなことしてて、はい、で映画見てずっとそのお笑い番組を僕見て、もう最近お笑い番組見るのが苦痛だったんですよ、ね、同調圧力みたいのがすごすぎて、はいはい、さんまさんのルフしたあれで芸人っていうのは空気を読んでこういう時はこう返さなきゃいけないみたいな、まあ、お約束です。そうお約束を外す踏み外したらどえらいことになるみたいな、失敗許されないみたいなのがもう息苦しくて見てらんないんですよ。そうですね、一人一人の芸人さんは好きでラジオは聞くんですけど、もういっぱい特に芸人さんだけが出てる番組もう最近もう見れないんですよ、はい、でそういうのが何が嫌なのかなって思って、そういうところをいろいろ見た俺が本当に芸人さんとか見て喜んでたのって悪ふざけなんだって思ったんですよ。それをこの火花の結末でものすごく感じたんですよ。ちょっと
行動としては真面目なんですけど、はいはいはい、この小説の構成としてそんなのを結末に持ってくるふざけた感じが、はいはい、なんだこれはと、なんかね、すごいですよね。勇気がある結末ですよね。そう、あの、そんなことしない方が文学的に評価されそうっていう判断があってもいいのに、そう、そんなことお構いなしに確信を持って書いてる感じがすごい才能を感じました。しかもね、シリアスに書いてるんですよ。でも僕ね、すごい説得力あったのは、芸人界にちょっとだけ行った時に思ったのは、めちゃめちゃ男尊女卑な世界なんですよ。そしてこういうことをしちゃうかもしれないぐらい の、うん、あの、つまり配慮がない、例えば芸の世界とかに関しての配慮のなさがすごいんですよ。だから僕2丁目に通い続けてるし、あの、そういう意味ではゲイとかに関して過敏な方なんだけど、まあ、ものすごく昔の世代みたいに男社会なんです、うん、だからこういうことをうっかりしちゃうっていうことを先輩がありえるかもしれないとちょっと思いました。僕はずっと尊敬してはるかに見上げてた先輩がある時自分より売れなくなっちゃって借金苦で失踪しちゃうんですよね。でそれで久しぶりに会ったらとんでもないことになってる。どこをどう魔が差したのか、迷い道に入り込んだのかみたいな、まあね、なんかこれから読む人がもし行った時のために黙ってますけど、というかその結末がえっていう思う突飛なことなんだけど、僕はあるかもって思っちゃったの。いや僕はね、すごいなんちゅうふざけた小説だって思って、それでそれまでその直前にある元のコンビとの別れの泣ける場面の漫才も泣きつつ面白いっていう素晴らしい漫才なんですよ。あ、だからその辺の後半の盛り上げ方はちょっとすごいですよね。そう、だから前半が硬かったことが、ええ、もういいと思うぐらいの面白さですよね。うん、いやこれはなかなかこんな風に書けないですよ、小説って、デビュー作、そう、本当にそう思いました。だから結末は僕はすごい大好きですね。で、あの、芥川賞を取るときね、僕正直取らないかもと思ってて、うん、なぜかというと有名な人とかが候補になると落ちることがあるんですよ、やっぱり。だから2人同時受賞だったじゃないですか、だからもしかしたらそんなに面白くないのかなって思いました。本当の芥川賞はもう1人の人で、それでなんか芥川賞として、まあ、合わせ技として、そうでも例えば今回の選考員だった山田由美さんなんかは最初候補になった時に話題になりすぎちゃって、もうニュースになっちゃったんでしょ、候補になった時点で。で落ちたんですけど、今思えば撮っててよかったと思うんですよ。だから山根さんなんか撮ってもおかしくないレベルだったんですよ、うん、だからそういう意味ではすごく水準に達してても落ちちゃうことあるだろうなと思ってたんですよ、僕は、うん、だから受賞して本当によかったし、うん、あ、ただ才能があるんだな、才能があるってこういうことなんだっていう残酷さを感じましたね。なるほど。そして小説もろくに売れず、芸人活動も挫折した自分が今そのことをくよくよとしてますよ。芸人の漫画が3巻出なかった僕です、ね、そう、そんな2人がこうやって語ってますよ、火花について。そうですね、本当にね。いや、こんなに化ける感になる場所ってあるでしょうか。本当だ。又吉さん、もしうっかり聞いてしまったらごめんなさいね。僕又吉さんちょっと面識があって、何度かテレビで共演したし、でも多分僕が芸人活動してるなんてことはね、ご存じないと思うんですよね。恥ずかしくて言えないですね。なるほど。はい、いや、又吉さん、火花素晴らしかったです。はい、素晴らしかったです。でも僕東京百景も大好きで、東京百景の良さを一つ言っとくと、まあ、いろんな東京の地域が出てきて、それがエッセイなのか小説なのか分かんない不思議な短い文章で書かれた本なんですよ。いいところは長さがまちまちで、ある土地のことは数行で書いてあって、ある土地のことはすごくたくさん書いてあったりするんで、そこがね、普通本ってさ、連載しちゃったりすると長さがみんな一緒じゃないですか。そうですね、それが退屈なんですけど、すごい緩急があって、で笑えたり泣けたりすごく面白いんですよ。で、エッセイとも書かず小説とも書かず、文章っていう風に帯に書いてあるの。そこもかっこいいと思ったんですよね、うんうん、だからいい文章だから、もう小説であろうとエッセイだろうと関係ないという感じなんですよ。その本は本当にいい本だと思ってて、はい、自分で高円寺で買って読んだら、たまたま僕のことが出てきたんだけど、本当にそれも嬉しかったし、
僕はどっちかというと一冊だけマテルさんの本で進めるならその本が進めなんですけど、でもまあ小説としてこんなに面白いものを書かれて評価されるってことはまあいいことには違いないから、ぜひ皆さん火花を読んだ後は東京百景も読んでみてください。僕もそのうち読もうと思います。はい、それではどうもありがとうございました。これで唐突言わせですかいやちょっとねもう1時間以上経ってるからなるほど、もう小泉さんに差し上げてあるのがあって、はいはい、あ次の課題図書を決めなきゃ。そうですね、それでね僕ね提案があって、はい、あれどっかに置いちゃったかな。あちなみにですね映画のチケット差し上げたいんですけど。 ありがとうございます。犬に名前をつける日っていう全国チケットで、もう東京では終わっちゃったんですよ。僕ね、小林さとみが主演なんですね。このチケット監督からいただいて見に行った日にチケット置き忘れていっちゃったんで残っちゃったチケットなんですよ。はははで、まあ、ちょっとよかったらご覧になっていただけますか。シネウィンドで新潟で味わえる。新潟ではまだやってるので、犬に名前をつける日っていうね、山田茜監督が撮ったドキュメンタリー風、ドキュメンタリーの新しい形を見せられました。へえ。あとね、小泉さんのお子さんのためにね、はい、たった10分で寝かしつけができる本。おやすみロジャー。そうかな、うちの子はすごい暴れん坊だからね、寝るかな。どうでしょうか。そうですね、もうちょっと大人にならないとダメかもしれない。はい、ありがとうございます。こんないろいろいただいてすみません。僕の提案はですね、はい、また三浦淳さんの本とかの流れに近いんですけど、県外編集者っていう都築さんの本、都築教授さんの。なんかね、僕今自分の仕事に模索してるんですよ。芸人活動挫折しちゃったので、どうしたらいいんだろう自分の仕事はって思ってる時なんで、だから三浦淳さんの本とか、あとほら、この間の林真理子さんと健丈徹さんの本とか、はい、やっぱそういう仕事に関係する本を読んじゃうんですよ、つい。なるほど。で、都築教授さんはフリーの編集者として、はい、たくさんの仕事をしてきた方で、その方がいかにフリーとしていろんなことをしてきたかってことが、やっぱ県外編集者ってことはつまりある特殊な編集者なわけですね。そういう人がいかに時代を切り取ってきたかってことが書かれてて、これも語りの本なんです。喋ったことをまとめた本なんですよ。でこれ面白かったんで、よかったら小泉さんに差し上げたと思って、あ、ありがとうございます。一つ読んでみてください。読んでみます。でもう一冊何か直接にしましょうか。あるといいんじゃないでしょうか、ね、まだでも、ね、次のこと何も考えずに来てしまいました。あ、なんかでもおすすめあるかな。そうですね、こちらみこ火花の次は、次に近況ですけど、させよエロイカっていう漫画のスピリッツ連載してたやつですね。1巻が出ました。これ1巻って差し上げましたっけ。いえ、あでもこれ僕スピリッツ読んでますよ。読んでますか。それの川柳のこうアドバイスをしております。あ、僕まだね読みかけなんだけど、はい、長島優さんの愛のようだはどうですか。愛のようだ、あの長島優さんって、はい、猛スピードで母はで芥川賞を取った人なんですけど、一冊多分読んだことありますよ。サイドカーに犬かな。 あれを書いた人で、まあ、僕大好きな作家で、あの全ての本を買って持ってるんですけど、まあ、ちょっと全部は読めてなくてまだ読んでない本もあるんですけど、愛のようだが最新作なんですよ。お、じゃあそれ読みましょう。でまだ途中なんですけど車が出てくるんですね、はい、ははははで僕車運転しないから、うん、車運転する小泉さんの意見が聞きたいですね。わかりました。で主人公は、車の運転を結構40ぐらいになって40にして初めて免許を取ったっていう主人公が車に乗りながら考えたことが描かれてるんですよ、はい、で普段の長島さんとちょっと芸風が違うみたいなので、それもちょっと興味があって、また読み始めたばっかしなんですけど、はい、よかったらこれ、はい、自分で買います。そんな読みかけが読んでみてください。わかりました。じゃあそれにしましょうか。愛のようだと、県外編集者を次回はテーマにしようと思います、はい、僕もちゃんと最後まで読みます。それではまた来週じゃなくてまた次回、はい、さようなら。